オギカズラは、シソカキラン相続に分類される多年相の一種。和名は早そデで枝の姿に由来する。高さ8から20センチメートル。茎はまばらに多細胞の縮れ毛があり、花の後根元の節から長く、血を這うそデで枝を出して広がる。葉は耐性し、五角状新型で、不揃いの浅い切れ込みがあり、虚子は荒い葉状。 長さにから5センチメートル、幅1.5から3.5センチメートル。傭兵は長さにから5センチメートル。総で枝につく葉はやや小型。葉液の上部にややまばらに長さ約2.5センチメートルの薄紫色の花をややまばらにつける。額は五列し、裂片は鋭尖頭。下顎に長い筒があり、上唇は二列し長さ約4ミリメートル。 中央列辺は大きく、さらに二列し長さ約7ミリメートル。白色の花をつける品種として、白花扇かずらが知られている。夏季は4から5月。果実は文化で、東卵系、長さ約2ミリメートル、裏面に網目模様がある。山地の木陰に生育する、扇かずら日本の固有種で、本州、四国、九州に分布する。山地の木陰に生育する。 日本では環境省によるレッドリストの指定を受けていない。また、以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。